さんこんにちは。ベーシスト、音楽クリエイターをやっておりますベンです。本日の動画ですが、ベース以外の方にも見てほしいよくある質問の解説で、ウッドベースを弾くときはアンプを使っちゃダメなのかということについて解説していきたいと思います。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルです。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回もですね、またよく寄せられる質問の解説を行っていきたいと思うんですけど、今回の動画はですね、ベーシスト以外の方、以外のミュージシャンだったりとか、ライブハウスのですねスタッフさんだったりとか、まあ、お客さんとして聞きに来てくれてる方、そういった方にもですね、ぜひ見ていただきたい内容となっておりますので、まあ、この動画見られてる方は、まあ、主にベーシストの方だと思うんですけど、もしですね内容がですねいいなと思った方は、その他の知り合いの方とかにですねこの動画をお勧めしていただけるとありがたいかなというふうに思います。それでは本日のですね解説していく内容、どういった質問が来るのかということなんですけど、それがですねこちらの方になっております。よくですね初心者の方からこういった質問を受けます。ウッドベースを始めたばかりですが、他の演奏者やお店のスタッフ、お客さんなどにウッドは生音で弾かすもの、アンプは使うなと言われることがあるのですが、アンプを使うのはダメなのでしょうか。この内容はですね本当に非常によく来る質問で、確かにですね、まあ、始めたばっかりの方であれば、周りの方からですね生音でやらないといけないよとか、アンプ使っちゃダメだよっていう風に言われたら、それが本当なのかなとか、それが普通なのかなっていう風に思っちゃいますよね。でここからですね、まあ、アンプを使うのが正しいのか使わないのが正しいのかっていう話をですねこれからしていこうかなという風に思います。ではまずですね、今回の話は結論からちょっと先に言っちゃおうかなという風に思います。この質問に対するですね私の結論がですねこちらになります。ウッドベース弾きがアンプを使うのは全然 OK です。まあこの結論もですね、まあ僕のチャンネルを見ていただいている方はですね、まあ大体こいつこういう風に言うんじゃねえかなっていう風に推測されてた方もいらっしゃるかと思うんですけど、僕個人の考えとしてはもうアンプ使うの全然 OK だと思ってます。こちらはですね、まあいろいろな考え方があると思うんですよね。でやっぱり生音でやるべきだとか、アンプ使うべきじゃないっておっしゃる方も僕も話聞いたことありますし、そういう風に言われたこともあります。でそういう風に言われることもあるんですけど、なぜ僕はアンプを使ってもいいと思うのかがちゃんと理由がありましてですね、大きい理由が3つほどありますので、このですね理由を皆さんに解説していきたいと思います。ただちょっとですね理由を説明していく前に、今回のこの動画の趣旨なんですけど、物理的にですねアンプ使えないような状況は除くとさせていただきます。でそれがどういうことかっていうと、まずジャンルとしてクラシックをやられている方、クラシックはですね、そもそもベース以外の人もアンプだったりとか使わないで音楽ですし、そういったジャンルをやっている人には、まあ、あまり関係のない話なので違うかなと。であとですね、僕らミュージシャンってこうお店があってこその、まあ、演奏させてもらえるっていう、まあ、状況がありますので、そのお店がですね、まあ、防音とかがこうされてないような小さいカフェだったりとか小さい飲食店でやるっていう場合は、お店の方がですねアンプ使わないでくださいって言われることとかもあるんですよね。でそういった場合は物理的にもう音出せないので、まあ、そういう場合は、除外すると。で今回の動画の話はアンプを使える状況だけど、生音でやれとか、アンプ使っちゃダメって言われる時の話ということでご了承お願いします。それではちょっと前置きが長くなっちゃいましたけど、理由の一つ目から話していきたいと思います。理由の一つ目は、他の演奏者も使うよねということです。よくですねアンプダメだって言ってる人の意見で、まあ結構大多数を占めてるのが、生音がやっぱ一番なんだ楽器はっていう意見があるんですけど、まあそれはそれで一理あるかなと僕は思うんですよね。ただしよくよく考えてみると、ベース以外の楽器も生音じゃないってことが多いんですよ。それがどういうことかっていうと、まあ管楽器だったりとかボーカルの人っていうのは結構マイクで音を拾って、でそこにリバーブを足したりとかですね、まあマイクで増幅するだけっていう場合もありますけど、これは全然生音ではないですよね。そして、ギターの方もですね、もうギターは、まあ、エレキギターで演奏する人とかはアンプを絶対使いますし、あと場合によってはエフェクトもかけたりします。結構ジャズでもやっぱり空間系のエフェクトをですね、リバーブだったりコーラスディレイとかかけたりするんですけど、これもですね全然生音ではないよねっていう話になりますよね。そしてピアノとかドラムも、まあ、中規模なライブハウスぐらいまでだったら生音でやることが多いと思うんですけど、場合によってはマイクで音を拾って、まあ、増幅するっていうことがありますよね。そうした中でですね、なんでベースだけ生音じゃないといけないのかっていうのがまず理由として挙げられます。
でやっぱりですね、管楽器だったり、まあ、ボーカルの人がマイクを使ったりですね、まあ、ギターの人はアンプ使ったりとかっていうのはやっぱライブをするため のお客さんに聞かせるためにですね、いい音を作ろうと思ってそういうことをしているわけですよね。なのでベースもですね、自分の音にこだわりを持っていい音作りをするためにアンプを使うっていうのは全然 OK なことなんですよね。生音が一番だ、生音以外は認めないぞっておっしゃってる方がですね、お近くにいらっしゃったらですね、じゃあボーカルはどうなんですかとか、ギターはどうなんですかとか、ぜひですね言ってあげてください。それでは2つ目の理由に行ってみたいと思います。2つ目の理由は音のバランスの問題です。こちらはですね、どういうことかっていうと、普通に生音だけで比較してもベースの音って意外とですね、生音が埋もれやすいんですよね。まあ、意外とですね、ベースの音、太くて大きい音が出ると思われている方もいらっしゃると思うんですけど、このピアノとかドラムと比較したとき、まあ、ピアノもですね、1音の音とか、ドラムも1音の音は小さいかもしれないんですけど、彼らはですね、音をですね、たくさん使いますよね。複合して音を鳴らしていくので、相対的にですね、音圧っていうのはベースよりも高くなります。そしてエレキギターの人はもうアンプ使わずにライブするなんてことはもうありえませんから、アンプを使った音がもうすでに生音だとして、まあ、比較すると思うんですけど、まあ、やっぱりアンプのですね、出せる音量はベースの生音じゃ到底太刀打ちができないですよね。そして管楽器ですね。でフルートとかになってくると、まあ、フルートは一音一音は、まあ、生音はベースの方がでかいかもしれないんですけど、サックスとかあとトランペットとかになってくると、管楽器のですね、彼らの生音っていうのは結構でかいんですよね。さらにですね、付け加えると中域から高域を担当する楽器なので、音の抜けもですね、ベースよりはるかに良くて、人の耳には聞こえやすい音質なんですね。こういったようにですね、まあ、他の楽器と比較してみると、ベースって結構その音が埋もれやすい楽器っていうのがまずあるんですよね。そしてさらにですね、実際の演奏ではずっと同じ音量で弾き続けるわけじゃないんですよね。まあ音量をですね、まあ、曲によっては少し落としてですね、抑揚をつけたりとか、あとですね、まあベースのライン的に低いところばかりを弾くわけにいかないので、ハイポジションを使う。でハイポジションを使うとですね、やっぱりベースの低域、一番得意なところじゃないので、音のですね、線がちょっと細くなって、やっぱり音っていうのは余計に聞こえにくくなってきます。そういったことからですね、ベースの人が生音で演奏するっていう場合には、他の演奏者にですね、ベースの音量バランスに合わせて演奏してもらう必要っていうのが出てくるんですよね。でまあ百戦錬磨のですね、プロミュージシャン、プロのピアノとかプロのドラマーと演奏されてる方は別にこんなの気にしなくてもいいと思うんですけど、やっぱなかなかですね、このバランスを合わせられない。やっぱ演奏に、自分の演奏に集中して、まあ、やっぱピアノとかドラムの方が、音量バランス大きくなってったりとかですね、管楽器の方が大きくなってったり、やっぱなかなか生音でベース演奏してる時に、やっぱそういうシーンを、まあ、見かけることがやっぱ多いです。当然その結果ですね、メンバーにもベースの音がまあ届いてないということがケースが多くて、まあ、結果演奏がよろしくない演奏になってしまうというのが結構見受けられたりはしますね。なのでこの音をですね、いかに、まあ、自分にももちろんですし、メンバーにも聞こえやすくするためにアンプを使用して音色を変えたり、まあ、音作りをするっていうのはもう全然ありな話なんですよね。それでは最後の3つ目の理由に行ってみたいと思うんですけど、最初の2つもですね、まあ僕が思う理由なんですけど、もうこの3つ目の理由がもう一番と言ってもいいほど大きな理由となっております。3つ目の理由は素晴らしい先人たちですね。こちらはですね、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、素晴らしいですね、ベーシスト、レジェンドもアンプを使って演奏しているケースがたくさんありますよね。例えばロン・カーターですね。ロン・カーターは、まあ、エピファニっていう、まあ、メーカーのアンプをよく使ってましたし、クリスチャン・マクブライド、ピーター・ワシントン、そしてデイブ・ホランドが、まあ、ギャリエン・クルーガーのアンプを使っているのを見たこともありますし、であとマーク・ジョンソンですね。このマーク・ジョンソンが、まあ、ウォルター・ウッズのアンプを使って演奏しているっていうのも見たことあります。そして皆さんもですね、まあ、この本お持ちだと思うんですけど、ジャズ・スタンダード・バイブルですね。この本を書かれたオサム・コウイチさん、まあ、日本のジャズベース界のレジェンドですけど、オサム・コウイチさんもですね、アンプを使っているのを見たことがありまして、これ僕実際見たことあるんですけど、ウォルター・ウッズのアンプと、あとアコースティックイメージのアンプを使われているのを見たことがあります。でこのクラスのレジェンドの方々になってくるとですね、もしかしたらメーカー側の方からうちのアンプ使ってくださいって言って宣伝目的で使っているっていう場合もあると思うんですけど、まあこのクラスのレジェンドの方たちはですね、音に絶対妥協しないと思うんですよね。なのでやっぱりこのアンプがいいアンプだからこそ、自分のライブに
組み込んで使っていってるっていうことだと思うんですよね。もうアンプはですね、アンプダメ、生音が一番だって言ってる人は、こういったですねレジェンドたちの演奏、まあレジェンドたちの音をですねダメだと言っていることと同じことなんですよね。でまあやっぱりそんなことっていうのはまあありえないので、僕はアンプっていうのはやっぱり場合によっては使っていっていいと思っております。最後にですね、ちょっとまとめ的な話をするんですけど、結局生音でやるにしろアンプを使うにしろ、それはですね人の好みなので、どっちがダメとかどっちがいいとかっていう話ではないんですよね。なので自分が求める音色に近いセッティングを日々ですね追求していけばいいのかなというふうに僕は思います。で大抵頭ごなしに生音じゃないとダメだとか言ってくる人はですね、ちゃんとベースの音をですね真剣に聞いてないことっていうのも多いんですよね。で僕過去にですね、若い時に、ライブハウスでライブやった時に、そのお店の方にですねやっぱ同じようなことを言われたんですよ。君アンプ使ってるけどベースはやっぱ生音が一番だよとか、生音でやんないとダメだよみたいな話をされたんですけど、で僕がそこでそのお店の方に、じゃあ一番好きなベーシスト誰ですかって聞いたら、そのお店の方はロン・カーターが好きっておっしゃってたんですけど、結構その時いやロン・カーターは普通にアンプ使ってるけどなって思ったのを覚えています。本日の動画は以上となります。ウッドベースを弾くときにアンプ使っちゃダメなのかという動画、参考になりましたでしょうか。まあウッドベースやられてる方もですね、アンプを使いたいっていうふうに思われてる方は、状況によってアンプが使えるのであればどんどん使っていっていいと思います。あとまた何かですね、まあ、分からないこととか質問とかありましたら、コメント欄の方に気軽にコメントを書いていただければなというふうに思います。そして、ベースに関してよりですね深い内容など質問とかありましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、私のベースレッスンの受講もぜひご検討ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。